殺された者の身内だ。先電話したら何で取り合わなかった。途中で電話切り上がって。資格を言えよ。学年主任か何か。いや普通の先生。普通の先生やったら何で切んねや。僕ね、僕ね、僕ねってお前な、同僚がやな、殺人を犯しとってやで。笑ってよう清掃しようできるな、しかし。ヘラヘラヘラ笑って。また金そうな目せろ。身内の人はどんな気すんねや。分かってるやない。途中で電話切り上がって、そんなもの言われへんとか、なんやそれ。お前らの健康大体そんなやないかい。人殺すためどうあんのか。5分か10分遅れてきてもな、自分らみんな生徒を寄せてええんちゃうんかい。教室の中入って、気がつかなんだとか。何が気がつかん、一人の女の子が入ってきとんのに。どういうことやそれ。人間のやることかい。大学出とって。わからんか、そのぐらいのことは。5分か10分ほっとけよ、お前、この遅れてきようねんから。ほっとったらええねんか、一生関係あれやねんか、5分か10分遅れてきたって。違うんかい。青みたいな申し巻き上がって。掃除機かい、今日。やめとけよ、ほんだら。身内でどんな気すんねや。見解を述べろ。見解を。その先生どこ行ったんや、こいつ。いや、自宅におんのか。誰ですか。主犯よ。犯人よ。でも、事務室の行ってください、それは。事務室ね。いや、あなたどう思うか、うん、っていうこと言うとんねん。いや、それは偉い、これだけのことを起こしてしまってな。普段の生徒指導がなってないんちゃうんかよ、それ。ドア閉めるだけが先生のやった自動ドアにしたらどないや。筆生徒が来たらバッと開くようにセンサー、このぐらいやったらどないや。違うんか。いつも普段のなんだかんだ言って、ほんで校長がまだ言うとない、ドア閉めるかどうなんかわからんけど生徒指導するって。そんなもんまず自分ら指導せよ、身内を。そんな姑息なこと考えて、普段でも問題あるのちゃうんかい。ここの学校せっかくそんなことなっとんやるから、きついこときついことで従って自分らだけお前柔らかい線で行きやがって隠れて、なんでドア閉めて授業せなあかんねや。そんな悪も入ってくんのか。教育って言ったらもっと開かれたもんちゃうんかい。いつも普段そんなこと言うとって、入れや。もう生徒なんかこんなほっとって歩くねんから、何のため立っとんねん。今日は普段立ってないのに。いや今日はね、向こう門を向こうから入らせて。そんなことは分かってますし、目取ったら買い取るしよ。帰れや、もう入れ、目玉にな。はいはい、入れ。はい、わかりました。入れ、言うね。ご考え。はいはいはい、わかりました。ちゃかったろ、付き合ったもの。そう、あったよ。マッチこっちゃ。いい気合いで電話かけたらいいな。電話切りやがったやん。一言も謝らん。いやよ、今日電話してやな、何のためにって、校長はって言ったら、校長は何のためにって言ったらやな、あれやないかい。新聞見て分かってるでしょって。分かって、何や、その言い方あったんや。一つも反省あらへんねや。教育委員会ね、お前、教育こんなもん、お前、腐っとるわ、大体。ほんのちょっとの遅刻から一人の少女が命を落としてしまいました。ここは兵庫県の神戸高塚高校です。今月6日の日、遅刻ギリギリになってこの学校に到着した一人の1年生の女子生徒がいました。この生徒さんは学校に遅刻するというので、先生が閉め始めたこの校門と壁の隙間を走って通り抜けようとしたんです。しかしわずかに間に合わずに、その生徒さんはこの鉄製の重い扉と壁の間に頭を挟まれて死亡してしまいました。これは一見運悪く偶然が重なったようなその事故にも見えますけれども、果たしてそれだけなんでしょうか。実はこの高校は遅刻をする生徒への指導が非常に厳しくて、今回女子生徒が亡くなったというのは、この行き過ぎた指導の結果の起こるべくして起こった悲劇という見方もあるんです。事故を聞いて腹立ちますね。腹立つ、腹立ちますね。あんな、どういうこと。あれはね、絶対殺されたんですよ、あれとか。だから先生に、あんな見えへんわけないでしょ、事故のわけもないでしょ、ふざけないでよね、バカと言いたくなりません。上から見ろって。どんな感じだったんだろう。何がですか。君が見た状況っていうのは。女の子を垂れとって、ずっと心身から体がピクピク動いとって、うんで、例えば悲鳴とか、そのだから、その友達の子が
りょうこちゃんりょうこちゃんとかって言ってたっけ。昨日はあのチャイムが鳴ってからそれで校門が閉まり始めたの。いやチャイム鳴った時に閉まりよった。チャイムが鳴ると同時に校門が閉まり始めた、うん、それいつもそうなの。いやちゃうな、うん、じゃあ いつもはいつも俺よう分からんけど、途中で、うん、途中で閉めるんやめて、うん、ほんでそれでなんかこっからあかんとか言ってしてるのに、その日はなんかガチャンって閉めてもたみたいな。チャイムが鳴ると同時にもういきなりガラガラガラっとこう閉まり始めたわけ。うんそうみたいな。どんな気持ちで、昨日教室で、友達に聞いて、それで窓から覗いて見てたんですね。で遠くしか見えなかったんですけど、なんかここであの女の子が倒れてて周りがすごい血でべったりしてた。見てもうそれ以上何も言えなくて、ちょっと動揺してテストが受けにくかったです。その事故を見て例えば原因を聞いてね、あなたどんな風に感じました。いつも挟まれてることは知ってたんですけど、それでもなんかいつものことだし、そんなに締め方もきつくないから、だから怪我人出るなんて思ってなかったんですね。けどここあの死人が出た時にやっぱりこの学校はやりすぎてたんじゃないかなと思いました。こういった指導の最中で偶然とはいえ尊い命を失ったこの霊言な事実というのは、私自身生涯にとって最も残念なことであります。そういった意味も含めましてね、諸君に対しては日頃重ねて申し上げますけれども、命を大事にしような、一目一度になるまで命があるんだぞと毎月のように私は述べたこのことが何であったんだろうなと、いくら皆さんの前で私が自己反省をしたとしても死体ないし、亡くなった石田さんに対しては何とお詫びを申し上げても致し方のない悔しさがご両親には残っています。校長先生が理解されている範囲内で、改めて僕らは校長先生の口からその詳しい事情を聞きたいと思いましたので、校長先生、具体的にご理解されている範囲でおっしゃっていただけますか。まあ、あの今おっしゃっていただく通りでね、一応細井は内側にいて扉をですね自分で時間が来るから押したということですね。でたまたまその時にあの向いてなかったということについてはですね、それ以上のことを私自身がですね、どう向いとったんだということも聞けておりませんので。先生の話で詳しいことはまだ聞いてないとおっしゃいましたが、扉を閉める時点で女子生徒がいたかどうかについて気づいたか気づかなかったというのは一番確認しなければならない一番重要なことだと思うんですが、なぜまだにそういうところについて詳しく確認されていないんですか。いやね、それはね、私も当然責任ございますけども、私が聞くことよりも先ほどかねて言いますけどね、普段の例えば普通の事故でしたら私が聞きますけども、昨日ですね午後と夜間にわたってね、2回実は3人の教員がですね田松警察の方からおいでになって、現場検証で再三ねそのことを確認をされておるわけでして、そのことをですねあえて私自身がね言ったことで、毎日ですね余分な間違いがあって見けないしということで、私はあえてそのことを聞いておりませんのですが、いや申し訳ないんですが、そういったことです。学校で起こった事故で、学校の先生がお死になろうとして起こった事故ですね。それはその責任者である先生が、いやだからね、それはね、警察からも報告を受けてない。それはですね、今後私自身が対応しなければいかん問題だと思っております。先生の話どんな風に感じました。率直にどんな風に感じた。やっぱり遅刻したのが悪いみたいな言い方かなとか。遅刻したのが悪いみたいな言い方されたというふうに、それをどういうふうに思ったんだろう。やっぱりもうちょっと反省の色っていうか、反省、もうちょっと反省したような言い方があるのかなとか思って。それ聞いてどういうふうな感じですか。やっぱりそんな人が死んでるんだから遅刻とか悪いとかそういう問題じゃないから、
やっぱり謝ることは一番大事にしないとダメなのに、遅刻がどうやらこうやらとかいうのはおかしいかな、ちょっと不満が、聞きたいことが第一だというふうに話していたんですけれども、まあ、その指導のために朝8時半、まあ、チャイムが鳴ると生徒が入ってくる、顧問閉めていたんです。でなぜ門を閉めていたのかと言いますと、遅刻をした生徒は生徒手帳にハンコを押して、うん、その後教室に入る前に、学校の広いグラウンドを2周するという、そういう罰が設けられていたんですね。でその時に校門が開いたままだと、この横をすり抜けて罰を逃れようとする生徒が出てくるんじゃないか、つまり遅刻するのが今回が初めて、まあ、今まで一度も遅刻したことがないそういう生徒さんだったんですね、はい、でこの日は期末試験の初日でして、はい、まあ、もしかすると前の日遅くまで勉強していて、そのためにちょっと学校に行くのが遅れたのかもしれないんですけれども、この8時半前って言いますとね、もう狭い道いっぱいに生徒が広がって登校してくるラッシュみたいなね、ご覧の時間なんですよ。まあ、そこでいつもだったらば8時半のチャイムが鳴り終わってから閉まる校門が、この日はチャイムが鳴り始めると同時に先生が閉め始めというんですね。そこでこの付近にいた生徒はもうびっくりして、順繰りで3人の先生が生徒さんの遅刻の指導に当たってるんですね。で2人の先生は校門から少し離れたところに立ってまして、まあ、歩いてくる生徒に、早く学校に行きなさい、もう遅刻するよ、走れ、まあ、マイクなどを手にしてそういう指導を行っていたんだそうです。で1人の先生がこの校門のところに、まあ、内側にいまして、はい、まあ、門を閉める役目で、8時半この3メートルぐらいの道幅いっぱいに学校に入ってくるその生徒たちで、チャイムが鳴ったからといってその生徒がもう入りきらないうちに、うん、この先生が門を閉めたためにこうした事故になってしまった、うん。